一日一ホラー、宅急落ちの80年代映画館、超立体映画、ジョーズ3です。はい、3D ですね。はい、生まれて初めて 3D 体験をした映画でございます。いやもう変更グラスをかけてね、見るタイプなんですけども、僕は生まれて初めての体験だったので、本当にオープニングでタイトルが出たりとか、あの、魚の頭が壊れるシーンとかね、 空中を手掴みでふわふわってやったりとかね、捕まえ入れるそうな感じがしてよかったです。あの、普通のソフトになるとやっぱり物足りなさが出てしまったり、撮影が変だったりね、するのは仕方ないというか 3D 用に作られているので、それはしょうがないと思います。はい。えっ、ー、と、僕はサメ好きだったので、非常に貴重な体験をさせていただいた記憶がありますね。はい。サメは、えっと、ま、あアトラクション、 みたいなところ、海洋パークみたいなところに出てきます。はい。体長は10メートルと前作をしのぐ大きさになってますが、ちょっとおもちゃ感が出てがっかりかなっていうのは思いましたけど、ストーリーも息子マイケルに話が映ってましたね。はい。ということで、チャッキオでした。チャンネル登録よろしくね。